放出駅は、大阪府大阪市鶴見区放出東3丁目にある、西日本旅客鉄道の駅で、全国南独駅の一つである。駅番号は、片町線が JRH39, 大阪東線が JR 海嶺8当駅の所属線である、片町線に大阪東線の二路線が乗り入れ、接続駅となっている。大阪東線はかつては、 貨物列車専用の片町線支線であり、通称、上等貨物線と呼ばれていた。旧駅舎 JR 放出駅旧駅舎後に、建設された放出駅前、NK ビル1895年8月22日に、何は鉄道の駅として開業する。放出付近での鉄道建設には、ゴヘラの火の子で、わら屋根や、農作物が燃える、駅ができると若い者が大阪へ出て、 遊ぶようになる、等の理由で、用地買収が順調にいかなかったことから、旧山和川の河川敷町に線路を建設し、その中に当駅が設けられた。1999年頃から、旧駅舎の老朽化と放出駅周辺の再開発計画に伴い、駅舎のリニューアル工事を実施し、2002年に、京城駅舎として、新装をオープンした。これに合わせて、 南北自由通路が設けられ、それまでほとんどさら地であった、駅南側は整備、開発され、現在は分譲マンションが立ち並ぶようになった。また、旧駅舎は取り壊され、その跡地には2004年5月にテナントビルをオープン、させている。2008年12月には、ホームに、待合室が設置された。ホーム特案、高枝中央法を望む。 旧地上駅舎時代1987年8月、島式ホーム2面4線の地上駅で、京上駅舎を持つ、8行編成の列車に対応している。愛国家利用エリア、及び特定特市内制度における大阪市内に属する駅である。また、当駅は、駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、片町線の特安駅と市議の駅。 大阪東線の城北公園通駅、JR 野江駅、高井田中央駅、JR 河内江和駅、JR 都市乗り堂駅、JR 長瀬駅、衣すり上北駅を管轄している。2002年春までの旧地上駅舎時代は、駅北側にのみ改札口があり、旅客船2面3線とその南側に、貨物船が数本あった。一番乗り場が、短式ホーム。 2.3番乗り場は、島式ホームであり、3番乗り場は、主に当駅発着の列車と、貨物列車が使用していた。2002年夏に、南北自由通路を兼ねた、京上駅舎が完成してからは南側にも出口が設けられ、貨物線が廃止された上で、旅客線の線路が4本に増やされ、現在の2面4線となり、1番乗り場を上り本線、2番乗り場を上り、 副本線、3番乗り場折り、本線、4番乗り場折り、副本線とした駅となり、一部時間帯に快速列車と普通電車との換給接続が行われていたが、2006年3月18日のダイヤ改正を機に換給接続がなくなり、隅野道駅で行うように変更された。また、大阪東線の開業を控えて分岐器の交換が行われ、 2007年4月23日から4番乗り場が下り本線3番乗り場が下り副本線に入れ替えられたこれに伴い特安駅から東駅へ向かう京橋方面行きの一部区間が高架線となった2008年3月15日に大阪東線の東駅旧宝寺駅が部分開業してからは外側2線を学圏都市線の列車が内側2線を 大阪東線の列車が使用する形になっている。2019年3月の全線開通以降は、当駅市議の駅間は、学研都市線と大阪東線の重複区間となり、当駅では、学研都市線木津方面域と大阪東線旧宝寺方面域、学研都市線京橋方面域と大阪東線新大阪方面域が対面の理解が可能となっている。 日中時間帯は、学研都市線が1時間に8本、大阪東線が4本発着する。同時間帯は上下とも、学研都市線の区間快速と、大阪東線の普通が対面接続するダイヤが組まれている。大阪東線の一部列車は当駅で、時間調整のため数分停車する。当駅の南東に、阿保市総合車両所赤市所放出発出所があり、 入出庫のため学研都市線、大阪東線ともに朝とシニアに当駅発着の列車が設定されている。2019年度の1日平均乗車人員は17,054人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。近鉄バス駐車区出店。ありがとうございます。